皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の小散歩は品川駅に来ています。皆さんご存知だと思いますが、品川から横浜まで、鉄道が仮開業したのが、1872年だそうで、明治5年、今から137年前ぐらいになるんでしょうか。日本初の鉄道が新橋横浜間に正式開業したのは1872年10月。実はその4ヶ月前に仮開業していたのが品川横浜間。品川駅は最も古い駅の一つなんだそうです。今のこの品川駅の変わり方をその当時を思い浮かべながら、カメラの伊藤さんに360度のパンをしていただこうと思います。はい、高層ビルがボンボン立っていまして、すごいです。今から見えるこっち側にはこういう円形のガラス張りのビルもあるし、すごいですね。はい、大体360度見ていただきましたところで、今から33年前の品川駅の様子を持っております。たったの33年前こうだったのが今ご覧になったような様子なんです。そんなこの品川駅の周りを今日は、100年ぐらい前はこんなものがあったんだろうなっていうようなものをできるだけ探しながら、歩いてみたいと思います。まずは正面のこの通りの方から行ってみましょうか。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、メットライフアリコがお送りします。毎週金曜日はもう一度見たいという声を多くいただいたお散歩と一駅散歩を厳選してお送りする特選地散歩。今日は最も古い駅の一つ、山手線の品川駅周辺をお散歩。ちいさん、新旧入り混じる独特の風景を楽しみながら歩くことに。今から20年ぐらい前に東京ってすごくこういうのが同居してるところがいっぱい、今でもあるんだろうけど、月島とかいっぱいあったよね。そして一駅散歩は金沢八景駅から野島公園駅までを歩きます。なんかいいね、ゆったりしてて。ずるいな、おいしいの、もっと早く出して。絶品グルメが続々登場。今日は高層ビルが立ち並ぶ品川駅周辺をお散歩。都会の風景の中に新たな景色見つけていきましょうね。それでは早速。この頃いつもそんな話するけど、大きなビルの間に緑地帯をたくさん設けているよ。これも意識してそうしているように僕は思うのね。こう海乾燥としたビルの間に緑地帯を設けるというのはすごくいいなって、緑地の面積が広がってるなってすごい思うんだよな。こういうのもなんだろうね、贅沢な、なんか空間ですよね。誰がこう提供してくれてるのか知らないけど。いやー、これさ、僕だけがね、みんなそう思うんじゃない、これ木があるのとないのでは全然違うくらい。願わくばこの木がもっと大きくなってほしいよね。いいもんだよね。川が見えてきました。新港南橋運河。ああ、綺麗だ。あのほら、ビルのガラスが川面に反射して横のラインの光が見えるって、これも都会の川じゃなきゃないな。
こういうの見ると東京って綺麗だね。都心散歩の魅力を改めて実感したちいさんは運河沿いへ。緑地帯ばっかり歩いてたからたまに都会来ると嬉しくなるね。おや、どうしました。このビルなんかも面白いね。張り出してるところがあるんだね。縦の面だけじゃなくて。窓拭きどうするんですか。窓拭き全部拭くんですかね。まあ誰かやるんでしょうね。あれやってるのもそうですよね。あれ窓拭きか。大変だな。怖いな。そうだよあれ。うわ、ゴンドラっつうのあれでぶら下がりながら拭いてるよあれ。あら、また何か気になります。これは何。何すんのお父さん。お父さん、これは何。これは何するの。飾り物。そうです。船あげるとかそういうんじゃない。そうじゃなくてね、お祭りの時ね、これに提灯飾ったりね。あ、ここに、ここに材料置いてあって、シートかかってね、なんかお祭りやってましたよ。あ、そうですか。花火やったりね。あ、じゃあこれなんか使うんだね。使うんですね。これ今落ち葉入ってるけど、いくら入ったって今大変でしょ。大変なんですよ。入ったってまた落ちてくるもんね。でも誰かやんないとねこれ、ご苦労様です。結構頑張ってます。ありがとうございます。本当におかげさまで楽しませていただいてます。ありがとうございます。なんだかよくわからないけどこれあるいいよね。そういう余裕っていいね。なんか目的のためだけに何かがあるんじゃなくて、よくまあみんなも分かんないお祭りなんかに使うっていうくらいのものはいいね。あ、これはどなたかこうあれ借りたりすることができるんだな。ボランティアのそのなんかグループ。ああ、花壇グループ。でこの花壇は伊佐様という人の。受け持ってる花壇ということかな。いいね、こういうのは。大城様頑張ってるね。大城様は手入れがいいですねこれ。栄養剤まだ入ってますよ。ほら、菊を咲かせようとして。なるほど、そうだよね。こういうふうに都会に住んでるとなかなか土に接する機会もないから、こういう場所をこう提供して土をにこう触れたいと思う人なんか、あるいは何かを育ててみたいと思う人なんかもどんどんこう参加できるようなのはあってもいいよね。都心ならではの景色を満喫したちいさん、続いてはどちらに。ねえねえ、皆さんこの辺で働いてるの。ねえ、どうなの、ちょっと聞かせて。ウォーターフロントってどうなの。やっぱりこういうところで働くといいでしょ。気持ちいいでしょ。気持ちいいです。気持ちいい。どうですか、やっぱりなかなかその辺なんか綺麗な街並みになってるけど、毎日こう職場に来るのがいいでしょ。気持ちいいでしょ。気持ちいいと思います。すいません、お来たうでした。やっぱりこういうところで働くって気持ちいいんだと思うな。やっぱり今日突然来てみて、こう風が、まあ季節もいいけど、こう風が清々しいし、見た目もこう汚れてないし、今のちょっとした花壇なんかでもなんかあったかさもすごく残ってるし、妙に今日新鮮に思えるね。都会の風景だ。この田舎散歩してたからな。いいね、たまには都会の散歩も改めて思いますよ。ほら、この2本立てのこういうのもなかなか昔はなかったよね。こう季節も感じることができるし、ほら秋の色ですし。港区立東八津山公園。公園ですか。ちょっと寄りますか。
小さな公園がありますね。ブランコもありますね。ちょっと乗ろうか、ブランコ久しぶりに。え、こっちは品川区ですよ。え、どういうことこれ。さっき港区だったのが間がそうってこと。はぁ、初めてかもしれませんね、こんな。実はこちらの公園、港区と品川区にまたがって作られた珍しい公園なんです。例えばこちらの遊具があるのは品川区、滑り台があるのは港区。ビル群の中にほっと落ち着く場所をたくさん見つけられたちぃさん、そろそろ昔ながらの風景にも出会えるといいですね。屋形船、大江戸。大江戸さんという屋形船のご商売。お邪魔します。ちょっと見せてください。どうも、お邪魔します。随分あるね。そうですね、うちは2席だけなんですけど。あ、はい、でも皆さんみんなこれいつでも出られるようになってる。そうですね、もうこの辺りも奥もね、ずっと全部これ屋形船だけど、品川にも結構あるのね。そうですね、品川だけで船数で言ったらやっぱり6軒ぐらいありまして、船の数はやっぱりこうやってご覧の通りもう20隻ぐらい。今すると東京湾も綺麗になってしまう、周りが、はい、この高層ビルなんかで、はい、昔と今もその30年前の品川の駅の話なんかもしてたんだけど、はい、これがね、33年前だって。こういう感じだったんだって、品川の駅は。あ、そうですね、たったの30年ぐらい前こんなだったのよ、はい、だから今もう船でこの下のこういう入っていくとすごいでしょ、綺麗で。高層ビルの船で、今すごい、もうこの辺りもね、あの高層ビルで、全然やっぱりお客さんも喜んでるね。そうですよね、結構お客さんによっては、こんな品川のこんなすぐ近くにこんなのがあるのっていう、結構わからないお客さんも多いんですよね。レインボー、あ、これこれがね、お台場のこの前景というかね、綺麗だな。ちょうどうちがこの写真でいうところ、この辺り今品川なんですね。うん、ああ、こういう、ね、JR です。ああ、なるほど、なるほど。駅がこっち、品川駅、今来られる駅がこの辺なんです、ここからずっと川筋を出て行って、このレインボーブリッジの下をくぐって、この入れの中にね、船を止めて、で、怒りを下ろして。いいよね、こういうのに乗ってゆっくり酒飲みたいよな。そうですね、全然ね、だから何やってる、なんでこんないい感じしてるの。いやいや、もうずっとだけでかいんですけど。いやいや、運動はもう昔から好きで。何のスポーツ、全然関係ない話で申し訳ない。もともとはね、野球とサッカーをずっとやってて、今はもうほとんどやってないですけど。あ、でもいい体してるね。うちのスタッフなんかにはいないね、こういう立派な体。ありがとうございました。どうも。あ、綺麗だ、ほら風で銀色がギラ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 こっちへ迫ってくる感じ。うわー、綺麗だな。この路地入ってみる。何ですかこれは、路地なんですか。品川区北品川一丁目。昭和を思わせる。一角だけちょっとそういうのが残ってるんですね。不思議な景色だね。一時の東京にはよくあった景色だけど、この頃こういう、あの、いわゆるそういう一角がなくなってきちゃったから、今から20年ぐらい前に東京ってすごくこういうのが同居してるとこがいっぱい、今でもあるんだろうけど、月島とかいっぱいあったよね。あんまりもう見られなくなっちゃったね。あの辺にある民家の何軒かと後ろのビル群。
れは何ですか。花を。こんにちは。はい、こんにちは。あれ、これは何ですか。デリバリーですよね。あー、いいですね、これは。はい、玄関先までお持ちできますけど。移動してくださる花屋さん、初めてですね。これはなかなか今日はなかなかいいっていうのはこれ。これは何ですか、アジサイみたいな。そうです、アジサイですよ。秋色みなずきって。秋色みなずき、はい、もう秋になってきましたから紅葉になってきますよね。そうですね、はい、これはそういう色なんですか。そうですね、この時期だからこういう色。そういう色ですね。はい、綺麗なもんですね、はい、これバーナーで焼いてきたんですけど。あ、真っ黒になってます。こうすると長持ちんですか。します。枝物はほとんど焼きますね。そうですか、はい、焼いた方のは長持ちするし、この葉っぱがボロ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 来ないんですよ。ああ、そうですか。しかしあのこれは今日はこの辺歩いてきたんですけど、はい、都会の真ん中も歩いてたんですか。歩きます。だからお豆腐屋さんの感覚。あ、このお豆腐屋さんのレアカーで若い人たちが引いて歩いてますよね、はい、ああいう感覚ですよね、はい、なんか花をいいメロディー流したね。これからもチャン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 なんていいと思いますね。 それを流しながら行っていただくと、はい、花屋さんが来たかなって なるかもしれませんね。それではもう今度はカセットに入れて行きます。冗談ですよ。はい、素敵なご商売、どうぞ。はい、どうもありがとうございました。続けてください。あら、こちらは何のお店ですか。もうちょっとおしゃれな雑貨プラスカフェ。素敵な空間がありますよ。こら、こんにちは。お邪魔してもいいですか。ちーさんが訪れたのは住宅街に佇む素敵なカフェ。住居を改装した店内はほぼ手作り。こちらのメニューもオーナーのお嬢さんお手製なんだそうです。ちーさんぽもいろんなお店行きましたけど、こういうの初めてですね。アルバムのようにこれ剥がせたりするんだね、これ、なるほど。ちーさんがオーダーしたのはこちら。たくさん歩いた後のちょっと贅沢な時間、これがいいんですよね。なんか落ち着きますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。あ、どうぞ召し上がりください。はあ、おいしい。って、もうすっかり散歩を忘れてくつろいじゃってるちいさん、やはり手作りのお店のことが気になるご様子ですよ。店も家族で、土台は大工さんなんですけど。もちろんそうですよね。うち当たってたのは大工さん。この壁塗りとか。壁塗りか、そうなの。家族で塗りましたね、天井。どうしてもこうしたかったのね、この壁の感覚。そうですね、珪藻土なんですけど。珪藻土か、はい、光が入った時なんかいいでしょう、うん、そうです、柔らかくて。柔らかくね、大変だったろうなと思って。全部だろ、これ上まで。実は先週塗り終わったばっかなんです、家を全部。5年かかっちゃいました。ちょっとずつやってるから。あ、お店は先にやってたんですけど、うん、やっと終わりました。今日はこちらのカフェを散歩の終点に決めたちーさん、いつものように一日の思い出を絵手紙に。出来上がるまで今日のおさらいです。品川の水と緑の運河沿いを散策。昭和の雰囲気が残る一角も見つけました。さらにちょっと珍しい花売りのおじさんにも出会った。3時間で4385歩のお散歩でした。私自身が久しぶりに都心を歩いたということもあったんですが、秋の心地よい風と、高層ビル、本当に新しいビルの群れ、その中にですね、
緑の多さと水の深さみたいなものを実感することができたいい散歩になりました、至る所に古きものが点々としていて、その新しいものと古いものとの対比を見るのもとても面白い散歩になるかと思います、そんな中で今日は珍しい方にも出会いました、街を歩いている花売りのおじさんです。今日の一枚の絵は、出会った花売りのおじさんの絵です。こういう花屋さんが増えるんではないかなとちょっと予感のようなものを感じたので一枚の絵にしてみました。電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか。一駅手前で途中下車、見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩、今日のこの一駅は、シーサイドラインの金沢八景の駅から次の駅の野島公園駅までの一駅。景色がいいところらしいんで、寄り道しながらいい景色の中を歩いてみたいと思います。平成元年に開業した金沢シーサイドライン、今日の出発駅金沢八景や水族館が人気の八景島など、沿線には観光スポットがたっぷり、休日になると利用する方が急増するそうです。金沢八景駅は高架線の終着駅ということでこういう形。それはさておき、江戸時代から親しまれてきた8つの名称に由来する金沢八景の面影は今も残されています。もう海が見えます。本当に綺麗な海が見えます。まずそっちの方から見てみたいと思いますが、今可愛い子供さんが赤いヘルメットをかぶってお買い物をしてます。恥ずかしいよね。おいでー、これ何か買ったの。ママ決めてないの。そうか、ママと買うんだもんね。そうだよね、おじさんと買うんじゃないもんね。ママと買うんだよ、気をつけてね。はい、はい、いい子だね。はい。こんな景色のいいとこはほら、島になってんだね。あ、行ってみる？はい、ちょっと行ってみる。では行ってみましょう。ちょっとあの浮島のような島に。金沢八景名勝の由来、もう一つ一つやっぱりあのこういう情景があったんだろうね。小泉の夜雨と夜の雨という意味だろうね。みんなそう野島の優勝っていう夕焼けの景色だったり、いろんなのがこうあるんでしょうね。やっぱり八個ある。本当だね、八個あるんだね。その一つ、瀬戸の周月を望む琵琶島神社は鎌倉時代北条政子によって建立された由緒ある神社。島の形が琵琶に似ていることが由来だそうです。ああ、なかなか素敵だね、はい、ああ、ほらここに根がこう海の方に伸びてるのがすごいね、はい、ほらまだそれが残ってますけどね。閉まってるんですね。うん、閉まってるんですね。まあいいよ、参りしとくわ。あー、気持ちいいね。あ、上が電車の。そうです。あ、行った、来ましたよ。あー、いいもんだね。これが面白い、さっきからほらここに根があって、根がこう石の間を張ってたんだろうね。でそれがこう朽ち果てて、もう今度は根の方も残ったんだけど、今度は石の間のこの穴まで残っちゃって、じゃあ
はい、ありがとうございます。何か見入ってますね。金沢八景一枚一枚が絵になってるわけですよね。これこんなに雪が降ったのかね昔は。おい雑巾ねえか。雑巾ちょっとみんなで拭いとこう。なるほど、お散歩する場所も来た時よりも美しくなんですね。こうなったらやっぱりあんまみんな汚さないんじゃないかな。はい。この上汚しちゃったら何にも意味がないね。八景の先人たちが怒るよね。こっち今すぐ。はい、本当にその通りですね。ああ、赤とブルーは何のあれなの？電車のラインが。青はこれ多分海の色だと思う。海の色と赤は太陽。赤は分かりやすいね。こんにちは。この辺は景色のいいとこですね。いいでしょ。いい景色のとこでいいね。そう、みんな景色のいいところでいいね。お散歩にすごくよくて。コテダリアね。あ、コテダリアこれ。あ、咲いた咲いた。咲いたからね。紫のコテダリア。ちょっとそばで見ていいですか。あ、どうぞ。今はほら花がない時期だから、うん、ちょうどね、あの、そうです、他に花がないからね、うん、楽しめるものがないからね。あ、これ綺麗な花ですよね。お姉ちゃん名前は何て言うんですか。お名前は小島さき。え、小島さきちゃんです。何で言うんですか。さきちゃんですか。で、こういうところにいたら、お姉さんあれでしょう、のんびりする。そうでもない。のんびりする。のんびりする。一番いいよね。ああ、遠くに見える。ああ、ボートが出てくる。こういう風景もいいなあ。なんでもなくて、あら、ちょうど白いボートとマッチングしそうですよ。ボートさん、すいません、ちょっと待ってください。もうちょっとで、ああ、ちょうどいいですね。おお、いいじゃないですか。なんかいいね、ゆったりしてて。いつですか。え、いつ、来月、来週、来週、大丈夫なの。大変ですね、来週なのって。うわー、あそこに小さな小魚がたくさん見える。つながってますよ。あー、すごい数だね。これが野島ですね。はい、島ですけど、なんか普通の住宅地っていう感じです。そうだね、これが。そうだね。あ、ちょうど電車、あれが駅ですか。はい。あ、走っていくのを見ようじゃないですか。いいです。どうですか、こういう景色、あの海のそばの景色ってのはなかなかやっぱりいいもんだね。いいですね、なんかこう時間がゆっくり流れてる感じがして、うん、なかなかこの空を走ってるようでいいですね、これ。そうですね、空の上を走る電車みたいな感じでね、え、感じいいものありますよね。そうですね、うん、なんかちょっと面白い風景だったね。人がいるのが、なんだか人がいるってのもな。そう思う。なんでいられるんだ、あそこに。面白い光景ですね。ああ、見えなくなった。太陽の中入ってくる。ほら、いいじゃないですか。綺麗でしたね。OK。 はい、あ、あれが駅ですね。夕日に当たって本当に綺麗です。はい、
俺いつもよ見てんだよ。毎日見てます。毎日見てんだよ俺よ。じいさんも見ないと俺ダメ、気が済まないんだよ。そうですか。毎日もそれで。そんなもったいないことは。いやいやいや。どうもありがとうございました。お気をつけて。どうも。頑張ってください。はい。もう熱烈な。ちいさんを見ないとその日は過ぎないとなんて嬉しい言葉を言ってもう涙がこの辺まで出てきそうですよ。そんなんで今日の一駅、はい、野島公園駅の前に来ました。本日の終着駅野島公園駅は路線開通とともに開業。今日は行けませんでしたが、駅名になっている野島公園からは金沢八景の一つ野島の石床が楽しめるそうです。ここまで、まあ、歩いて直線だったら、まあ、橋の上を歩いたら本当1キロぐらいでしょうけども、綺麗なところがたくさんあって、それだけでももう十分な散歩になったような気がします。なんか愉快になる夕景での、この一駅散歩でした。とって も楽しい散歩になりました。電車とともに歩いてみると線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は失礼予防体操です。両足のかかと同士をつけ足首を直角に曲げつま先を反らせます。足の冷えの予防にもなります。